ゼロから始めるススマホ入門コース Android 編今回が入門編の最終回になります。第10回目は前回アプリのインストールと削除が終了いたしましたので今回は最後のパートに入っていきます。こちらの入門コースでスマホの初歩的な知識はある程度習得できたかと思われます。入門コースをスタート地点と考え 次のステップである初級コースに進みましょう。それでは本日の講座を始めましょう。今回はチャプター9の Google サービスの紹介になります。ページの最後にはスマホ用語集もつけております。スマホを使う上で大事な用語やアイコンになりますので必ず覚えるようにしましょう。 それではいつも通りゆっくりと着実に進んでいきましょうそれではチャプター 9Google サービスの紹介の講座を始めたいと思いますまずはじめに Android スマホを使うにはについてご説明いたしますもう知っているよという方は復習という位置づけでやってみましょう新しい発見があるかもしれません それでははじめにスマホを使う上で重要な Google の基礎知識についてご説明いたします。なぜ Google の基礎知識が重要なのかというと、Android 端末は Google 社が提供する Android という OS で動いています。そのため基本的に Google サービスと連動して使う方が便利な機能がたくさんあります。アプリを入手したり削除したりする Play Store も Google 社が提供しているサービスになります。今回の講座は Google 社がどのようなサービスを提供し日常生活でそれらを利用してどのようにスマホを活用できるかを学んでいきましょう。Android 端末では必ず Google アカウントが必要になります。すでに Android 端末をお持ちの場合には 基本的には Google アカウントを作っているはずです。一般的には Android 端末を契約した際にキャリアショップなどで一番最初に端末設定をする際に Google アカウントを作成します。不明な場合には契約した際の書類などを一度ご確認ください。また入門コース内のアプリのインストールと削除の部分でも アプリををインストールすすするる際に、Play Store を利用していますので、でそちらでも確認するこ,とができますこのように Google アカウントを登録することでアプリを入手したり削除したりするための PlayStore が使えたりメールアドレスを無料で使える Gmail を使えたり Google マップや YouTube も使えるようになります それでは次に Google のサービス紹介についてご説明いたします Google 社の一番のサービスは検索エンジンになります世界の95%が Google の検索エンジンを利用しています検索エンジンとは世界中にあるウェブページを読み取り検索した言葉や単語に応じて 検索結果を表示させるプログラムになります。Google 社以外で検索エンジンを提供している会社としては、Microsoft 社が提供する Bing がありますが、5%以下のシェアになっているため、Google 社とかなりの差があります。Google 社の使命としては、世界中の人が誰でも世界中の情報にアクセスできるように、 情報の整理と提供を検索という行為を通して行っています。ある意味では、情報格差の是正を検索を通して行っています。情報コントロールという弊害もあるかもしれませんが、現時点では大多数の方が便利であると実感できるサービスになっています。 こちらでは Google 社が提供する便利なサービスについてご説明いたします。Google 社が提供する代表的なサービスは、検索をするための検索アプリ、地図として使える Google マップ、ウェブサイトを閲覧するためのブラウザーアプリ、Google Chrome、無制限に写真を保存できる Google フォト、 動画を見たり投稿できる YouTube メールの送受信が無料でできる Gmail100 以上の言語を自動翻訳してくれる Google 翻訳予定を管理したり共有できる Google カレンダーこれらが Google の代表的なアプリでなくなると困るアプリになります こちらでは覚えるべき Google サービスと覚えると便利な Google サービスについてご説明いたします。Play Store はアプリを入手・管理する上で必ず必要なサービスになりますので確実に覚えるようにしましょう。次に Google 検索アプリはわからないものを調べる際に必ず必要になりますのでこちらも確実に覚えるようにしましょう。 地図アプリについては他にも選択肢がありますが Google マップの機能面での充実も含めてかつ無料で使えるものとしてはかなり質の高いサービスになりますのでこちらも確実に覚えることをお勧めいたしますその他覚えると便利なものとしては Google 翻訳 GmailGoogle フォト Google カレンダーも 他社が同じようなサービスを提供していますが、無料で使えるという点とサービスの質を考慮しても十分なサービスになりますので、ぜひ覚えることをお勧めいたします。こちらでは Google アシスタントというサービスについて簡単にご説明いたします。勝手に Google アシスタントが立ち上がってしまい、 消すのに困った経験をした方は多いかと思います。ホームボタンを長押しすると立ち上がってしまうので、使いたい時以外はホームボタンの長押しをしないようにしましょう。まずは Google アシスタントで何ができるのかについてご説明いたします。Google アシスタントでできるものとしては、調べ物、検索、予定の管理、 メールの確認等をサポートしてくれます。Google アシスタントの使い方は、先ほどもご説明いたしましたが、ホームボタンを長押しするか、OKGoogle、OK、と話しかけると Google アシスタントを立ち上げることができます。例えば、今日の天気はと話しかけると、現在地の天気を教えてくれます。また、アラームをかけてというと目覚ましを設定してくれます。 その他どんな回答が来るか話しかけていろいろと試してみましょう。こちらでは Google サービスをどのように使っているかについて簡単にご説明いたします。データを保存する手段として Google ドライブというサービスがあります。また Excel に近いサービスとして Google スプレッドシートというサービスや ワードに近いサービスで Google ドキュメントというサービスもあります。Google フォトは家族で写真を共有したりバックアップとして保存ができます。またパソコンからもアクセスが可能になっています。Google カレンダーは家族でスケジュールをシェアすることも可能です。Gmail は携帯端末を変えても 特別に複雑な手続きをしないで使うことができますし、パソコンからも見ることができます。Google フォトについては非常に優れていますので、携帯端末や端末 OS に関わらず利用することをお勧めいたします。一番のメリットは、無料で写真を無制限に保存することができる点になります。 ただし無制限で利用できるのは2021年5月末までに撮影して Google フォトに保存した写真になります。それ以降は Google サービス全体で 15GB までが無料として利用することができます。15GB の制限があっても日常で写真を撮ったりメールをする程度であれば かなりの量になりますので、意識する必要はないと言えます。また、写真の品質についても、プロのカメラマンでない限りは、気にならない品質になりますので、この点も意識する必要はないと言えます。その他、Google マップも地図サービスとしては、無料で使える中では、最高品質を誇っていますので、ぜひ使えるようになりましょう。 以上でゼロから始めるスマホ入門コース、Android 編の Chapter 9、Google サービスの紹介の説明を終了いたします。次回はゼロから始めるスマホ初級コースになります。初級コースでは今回の習得した部分をさらに深掘りしていきます。日常生活でもかなり使えるようになりますので、ぜひご視聴ください。 ここからは番外編のスマホの用語集になります。こちらに表示されているアイコンはスマホを使っていくとよく目にするアイコンになりますので、ぜひ意味を覚えておきましょう。ホームアイコンとは最初の画面に戻る際にタップするボタンになります。虫眼鏡のアイコンは 検索する際にタップするボタンになります。マイクのアイコンは音声入力を開始する際にタップするボタンになります。3本線や3つの点のアイコンはメニューボタンを表示させるためにタップするボタンになります。扇形のアイコンは Wi-Fi に接続している際に表示されるマークになります。 Bluetooth のアイコンは独特ですが Bluetooth に接続されている際に表示されるマークになります。飛行機のマークは機内モードになっている際に表示されるマークになります。電話が揺れているマークはマナーモードになっている際に表示されるマークになります。 こちらに表示されている4種類のアイコンもスマホを使う上ではよく目にするアイコンになりますのでぜひ意味を覚えておきましょうダウンロードのボタンは独特な形をしていますが写真などをダウンロードする際によく使いますので覚えておきましょうシェア共有のボタンは写真の共有やインターネット上で見た情報を ショートメッセージ、メール、LINE 等を使って他の方に共有する際によく利用しますので、こちらも覚えておきましょう。また、利用するサービスによっては形が異なりますので、できればすべての形を覚えておきましょう。設定ボタンは端末の設定や各サービスの設定を確認する際に利用しますので、 歯車の形をしているということを覚えておきましょう。最後に比較的よく使われるアイコンで最初に戸惑いやすいのが紙飛行機のアイコンになります。こちらは送信ボタンになります。紙飛行機を相手に向けて飛ばすという意味で送信ボタンになっています。メール、ショートメッセージ、LINE のメッセージを 送る際にタップするボタンになりますこちらではスマホを使う際によく使われる言葉や単語についてご説明いたします OS とはオペレーティングシステムの略でスマホ自体を動かすプログラムになりますスマホには Google 社の AndroidOS と Apple 社の iPhone や iPad 等の iOS の2種類がありますアプリはサービスを動かすソフトになります簡単なイメージではリモコンのボタンのようにサービスを立ち上げるためにタップするものになりますプレイストアはアプリを入手管理するアプリになります iPhone では app ストアがプレイストアと同じ役割を果たします OS の更新をアップデートと言います。新機能の追加や不具合の改善が行われた際に、自分の端末も同じように更新する必要があります。OS の更新とアプリの更新の2種類がありますので、区別して理解するようにしましょう。ロック画面は、 端末の電源を押した際に立ち上がる画面で基本的にはパスワードや指紋認証などが求められますホーム画面はロック画面を解除した際に最初に出てくる画面になります戻るキー三角のボタン一つ前の操作に戻るボタンになりますホーム丸ボタン ホーム画面に戻るボタンになります履歴キー四角のボタンアプリの切り替えなどを行う際に押すボタンになりますステータスバーは画面の一番上に出てくるバーで電波の状態時刻電池残量などが表示されています通知パネルはステータスバーを下にスライドすると 出てくる通知などを見る画面になります。アプリアイコンバッチは、アプリアイコンの右上に表示される数字や丸のことで、そのアプリに関連した重要な情報があることを意味しています。キャリアはドコモ等の通信業者を指します。3G LTE4G5G などは携帯回線を指します数字が大きいほど大きな情報を受送信できることを意味していますアカウントはいろいろなサービスを利用するために自分自身を特定するための会員証になりますユーザー ID は 個人を特定すするための符号になります銀行の口座番号に近い意味合いになりますパスワードは自分のアカウントにログインするための暗証番号になりますログインサインインは自分のアカウントにアクセスすることを意味します基本的にはユーザー ID と そのパスワードが一致することで、ログイン・サインインをすることができます。ストレージはスマホの記憶領域になります。アプリ、OS、写真等を保存する場所になります。バックアップはスマホの重要なデータを別の場所に保存しておくことを意味しています。 SMS はショートメッセージサービスと呼ばれるサービスで携帯番号を利用してメッセージを送ることができます。一般的に1通3円かかり全角で70文字までのメッセージを送ることができます。E メール、電子メールはキャリアメールや G メールを指し インターネット回線を通してメッセージ等を送るサービスになります。SMS 認証とは本人確認として携帯番号にワンタイムパスというパスワードを送り認証することを意味します。ブラウザーはインターネット上にあるサイトを閲覧するためのアプリケーションになります。Google Chrome や Safari が スマホでは有名なブラウザアプリになりますパソコンでは Microsoft Edge、昔の IE、インターネットエクスプローラーが有名なブラウザになります URL はインターネット上のアドレス、住所になりますそのサイトにアクセスするために必要な情報になります 以上でスマホ用語集についての説明を終了いたします。今回説明をいたしましたアイコン、言葉や単語を覚えておくと、さらにスマホについての理解が深まります。少しずつ覚えていきましょう。